勝手にベルセルク、空中コンボ導入しました。よろしくお願いします。こんな具合に見た目も中身も強戦士中に、空中コンボっぽいことできるようにしました。空中コンボといっても敵は浮きません。参考にしたのは、もちろんダンテさんです。まずは、攻撃パーツの紹介から始めます。空中コンボの起点となる攻撃。名前はハイタイム。ダンテさんから拝借しました。ローンチキャラクターとルートモーションを使い、キャラクターを上昇させてます。ハイタイムで上昇してからのヘルムブレイカー。若干手を加えてますが、25、26話で導入していました。ヘルムブレイカーは、アニメーションの繊維で動いてます。こちらはエリアルレイブ。モンタージュを再生してます。ハイタイム、エリアルレイブ、ヘルムブレイカーと、連続で出せるようになってます。ヘルムブレイカー、大砲、戦技は締め技となってます。で、こちらが大砲と戦技。エリアルレイブから出せるようになってます。こちら締め技なので、他の技は出せません。各技の紹介と流れを説明したところで、今回は終わります。次回、かいつまんでブループリント等の説明をします。今回のマップは、毎月の無料コンテンツにあったオペラハウスキット、空中コンボを広めの舞台にちょうどいいですね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。